天文学の一分野。電波天文学は、電磁波を使って観測する、天文学の一分野。対象とする電磁波の周波数帯によって、可視光による、従来の天文観測、赤外線天文学、紫外線天文学、X 線天文学、ガンマ線天文学に分類されているが、最も波長の長い電波を使って、観測を行う。 天体からの電波は微弱であるため、観測は電波望遠鏡によって行われる。電波は波長が長いために、星間物質による散乱を受けにくく、可視光では観測できない暗黒星雲の背後などを観測することが可能である。しかし、短波より波長が長い電波は、電離層で反射されるために地上に届かない。また、波長の短い電波は、 大気中の水分子や酸素分子によって吸収されるため、やはり地上に届きにくい。そのため、その間の波長の電波が観測に使用されている。1980年代以降では、観測装置の立地を考慮に入れつつ、電波望遠鏡の感度を向上させるなどの工夫によって、ミリメートル領域からサブミリメートル領域の観測も行われている。また、 大気の影響を受けない、電波天文衛星による観測も行われている。天然の天体電波観測のほかに、地球外知的生命体探査の一環として、オズマ計画など異星文明からの電波信号を、検知しようとする試みも多く行われている。さらに近年は極短波により、天体の元素組成を観測し、地球外生命の存在の可能性のある環境を持つ、 天体の探索も行われている。天体が放射する電波にはいくつかの機構がある。いくつかの波長で観測を行うことで、どのような気候で放射された電波かを知ることができる。それによって、天体の正常を知ることができる。第二次世界大戦後に戦争中に発達した、レーダーの技術が応用され、より詳細な観測が行われるようになった。しかし、 電波での観測は、光学観測に比べて、分解能が非常に劣るのがネックであった。干渉系の応用によりこの点が、大幅に改善された。その結果、多くの天体が電波では、可視光とは違った姿をしていることが明らかとなった。こうして、電波観測が、天体観測の一手段として確立した。パークス天問題では、2001年頃から、 1000分の1秒しか観測されないごく短時間で大量の電波が放射される高速電波バーストと呼ばれる現象を観測している。これも発生源が特定できていなかったが2015年4月に観測された FRB15418 の発生源が2016年2月スインバーン工科大学や日本の国立天文台東京大学のグループらによって 大犬座の方向にある50億光年離れた大円銀河からのものであると突き止めたと発表した。まだ発生メカニズムは分かっていないが、連星中性死母子の合体の可能性があるという。グロートリーバーは白鳥座やカシオペア座付近から強い電波が放射されていることを発見していた。1946年にジェームス・ヘイラはこれらの電波が 天の川とは別の天体から出ている電波であることを確認した。当時の電波望遠鏡の分解能ではこれらの電波源の光学的な対応天体を知ることはできなかったので、これらは電波性と呼ばれ、天体の属する星座とその星座内での電波強度の順にアルファベット順の符号をつけて故障された。電波性はその後、 活動銀河や大質量性の形成が盛んな星雲、超新星残骸などに同定された。近年では高周波の使用が増え、携帯電話等の送信設備からの高超波等の影響により、徐々に観測が困難になりつつある。観測に用いる周波数は割り当てられているが、近隣の周波数の利用の影響を少なからず受ける。揺らぎのあるノイズは除去される。 最近では、いわゆる超高帯域無線やコグニティブ無線との関係がしばしば議論の素上に上る。オーストラリアのパークステン問題の例では、1990年代から記録されたノイズの発生源が地球近くのどこかであるということ以外長い間、不明であり、リアルタイム電波干渉モニターの設置で昼食の 時間帯に頻繁に観測していたことが判明し、3つ同時に観測できた結果から地点が割り出されて、電子レンジがタイマーによって作動を停止する前にレンジのドアを開いた際に放出される電磁波が原因と分かったという。また電力線搬送通信に対しても、PLC 設備から漏えいする電波が観測に深刻な影響を与える恐れがあるとして、 日本の国立天文台などは慎重な対応を求めている。ありがとうございます。